お疲れ様です。ちょっと緊急でね、動画撮らさせていただいてます。いつもありがとうございます。オスボンバー徳島のパンプキンです。本日もドッカンバトルをやっていくんですけども、ですね、セルマックスの新たなミッションが、明日の夕方5時に実装されるっていうことで、そのミッションがアイテムなし8ターンミッション、人工生命体カテゴリーと、あと一つなんだった、あれだ、そう、スーパーヒーローだったっけ正義の味方だったっけ、ちょっとごめんなさい、忘れた。ちょっとあれやわ、あれ今画像貼ってる、あれなんだったっけ、もう一個カテゴリーなんだったっけな。まあまあいいや。で、今回ですね、その2つのミッション、8ターンミッションとアイテムなし、ちょっとまだミッション来てないんですけども、ちょっとやってみようかなという動画でございますんで、ぜひね、最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。まあ、少しでも皆さんの参考になったらいいかなということで、あ、スペシャルポーズだ。スペシャルポーズ。そうそう、失礼。で、並びはこれでいきます。はい。勝てるかわかんないですけど、まあ、とりあえず行ってみよう。ね、フレンドさんの虹をお借りするベジトラリーダーですね。ベジトラリーダーで、あと中身は安定の、まあ、キャラというかなんというかです。ございます。はい。で、アタック、ディフェンス、無限上昇を持ってるやつをできるだけ、もうね、そう、クラッシュって クラッチャーしていきたいんです。そう、あ、クラッというか、そう、何？うん。あれあれ。そう、必殺技を打って打ちチャーしたい。それを言いたかった。ごめんよ。もう慌てて動画撮ってるから、もう何を言いたいのかもさっぱり分かってない状況でございますよ。ありがとうございます。まあ、いつも私一発撮りなんでね。うん。仕事終わりね、急遽ね、ちょっとね、もう仕事中に、ちょっとツイッター開いて、あ、ごめんなさい、仕事休憩中ね、ツイッター開いて、いや、新たなミッション来てんじゃんと思って、ちょっとこれやりたいなと思って、ミッションまだ来てないけど、まあ、8ターンとか、アイテムなしとか、今現状できるやつちょっとやりてえなと思って、で、これ動画にしたいなっていうことでね、もう急遽撮ってんねや。ほんまに。ちょっとでも皆さんの参考になったらええわ。うん。なるかどうか知らんで。で、勝てるかどうかも知らんねやで。そうやで。さあ、1ターン撃破ですね。でもね、ディフェンス無限上昇とかね、温めていきたいやつをですね、果たしてこの8ターンの間に仕上がるかどうかって言われるとちょっとわかんないところも、まあ、あるっちゃあるんですよね。うん、ちょっと難しい感じかな。ベジトラ3枠目でマジで申し訳ない。っていうのが、ちょっとそうそう、このね、祭り悟空も仕上げていきたいわけよ。まあでも、ベジトラ戦闘の方が良かった可能性があるな。いや、待って、この全体攻撃でうまいこと、このベジトラ温めてくれたらいいと思ってる。うん。さあ、8ターンミッション、アイテムなし、最終ステージのね、威圧がね、鬱陶しいんですよね。だから結局、運ゲーになるのかしらとか思いつつも。で、この魔人メチータもね、木玉6個以上取っていきたいし、ベジトラの横に置いておきたいし、いや、むずか、結局運ですわな。うん、312万。6個以上取りたかったんだけどね、木玉6個取ってダメージ軽減もつきますから、魔人メチータ。で、明日のね、ガンマ1号2号のドッカンフェスでおそらく復刻来るであろうと思ってます。はい。で、このためのドッカンフェスでまさかの魔人ベジータを押しのけてラディッツが来たということね。相も変わらずラディッツはボロカス言われてるっていう感じなんでございますけども。まあまあまあ、それはね、まあ仕方じゃないじゃない。ね、昨日の生配信ですか？ラディッツの極限いつですかねって。だいぶ先じゃねえかな。さあ、ベジトラ当てためていきたいですね。この全体攻撃うまいことを利用したい。今3ターンか。3ターンよね。いやー3ターンね。そうね。そうなのね。うん。いや、難しいな。全体攻撃うまいことを利用したいよね。これ何回も言うてごめんよ。そう。大事なとこなんじゃないかなって。大事なことなんじゃないかなと思って。マキシマーム！まあ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 、これはいいやろ。これはいい。うん。そう。食らって、防御も高めていこう。そう。ディフェンスも温めていきつつ、アタックも温めていきつつ、で、アイテムなしの威圧をどういう風にうまいことかわしていくか、です。はい。そういうことです。今3ターン。8ターンきついな、この並び。いや、でもなー。でもなー。749万。さあ、このバカ野郎国もディフェンスを高めていきたいっていうところ。うん。で、会心とか出て、今で2ターンかかってんのか。で、次の最終ステージで4ターンで撃破したいっていうところ。
きつな、いいね、追撃どんどんかましてて、会心出そうぜ、おい、虹やぞ、お前。うん。さあ、果たして、これ、勝てる、いいね。ああ、通常攻撃か、最低。最低かどうか知らねえけど、最低ってことにしとこうぜ。うん。ああ、ゴッド悟空3枠目まずかったかな。最終ステージのマキシマームが怖いのよ。うん。マキシマームが怖いの。さあ、ゴッド悟空で落とさんわな。さすがに落とさんわな。ですよね。ですよね。ですよね。どうしようかな。こいつの全回復も利用していきたいっちゃ利用していきたい。で、祭り悟空も仕上げていきたいよね。祭り悟空仕上がっかな。祭り悟空のアタック値も仕上げていきたいですよね。あ、どうしよう。魔人ベジータ200名がええな。なんかそんな気がした。知らんけど。いやー、これポタラのベジートラだいぶ食らうんだろうな。わかんねえな。今で4ターン目でしょ。もうここで切りつけないと3ターンでは無理よね。となんか思ってる俺は。食らう。まあまあまあ5万ぐらいやろう。5万ぐらいやろう。ああ、これオッケーオッケーオッケー。オッケーオッケー。まあまあオッケー。まあ2戦目はどうってことないね。だったらもうアックマンやわ。もうアックマンチャレンジしかないわ。アイテムなし。ね、アイテムなし8ターンミッションしたいんであれば。もうアックマンよ。もうアックマンしかない。アックマンも難しいわな。3戦目までアックマンで耐えれるかどうかやで。うん。さあ、ここはちょっと無理やな。あかん、4ターンか。4ターン。そう、中確率回避もね、利用していきたいよね。ここで5ターン目。ズドンは後にしよう。だったら俺のベジトラ温めよう。うん。いいね。全体攻撃をね。全体攻撃いいよ。今で5ターン目。うわー、きついなー。次で6ターン目。2ターンで無理やなー。この編成きついな。でもアイテムなしでいけるんであれば、この動画は投稿しよう。そうしよう。はい。はい、いいよ。はい。で、次で6ターン目でしょ。ここでどうするよ、おい。あー、ズドンやるか。ズドンやっちゃうか。ちょっと待って。あ、やっぱり。うん、ズドンやっちゃうか。もったいない。いや、でもダメージ食らっちゃうけど。ズドンやっちゃって。ダメージ食らう。うん、はい。ダメージ食らう。で、バカ野郎でアクションブレイクかます。うん。はい。で、そうっすね。ゴッド悟空。そうやね。ゴッド悟空で受けさすか、魔人ベジータで受けさすか。いや。でも横にトランクスおらんからな。トランクス組むキャラがチームいるとき、いや、おるやんか。こうでいいやんじゃん。こうでいいやん。で、6個取りたいよね。いいね。いいね。7個。いいね。じゃあ、こう行こうね。こう行って、で、二次キ玉を、よけ取っていこう。そうしよう。オッケー。オッケーオッケー。はい、ひるんで攻撃できない。で、ガード、ゴー食らうな、ガードでも。ガードでも食らう。そうか、これガードのめっちゃ食らうんかい。やばいな。マキシマもやばいな。マキシマも来たらしんどいな。あー、めっちゃ食らうな。おーい、耐えたな。マキシマも来るな、これ。マキシマも来ちゃうな。来ちゃうよね。ちょっと、祭り悟空めっちゃ食らうな。ちょっと、そうかい。あー、次がびっくりした。マキシマム飛んでくるんかと思った、おい。いやー、これでもマキシマム飛んでくるよね。うん。おー、飛んでこないで、お願い。あー、飛んでこない。で、次で、全回復じゃん。ポタラベジットの、ベジブルの。ね。はい。で、そうやね。全回復していく。で、これで7ターン目。これで7ターン目でね。7ターン目で。お、威圧がない。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 どうする？こうする。うん。で、こう行く。で、こう行きましょうか。今7ターン目。はい。うん。私のベジトラ。いや、これ8ターンきついな。561万。ちょっとベジトラ火力にかけんのかな。
ちょっとまあでもバカ野郎悟空でズドンズドンしていただいて、はい次ベジトラの、じゃベジトラじゃねえごめん、ベジットのカウンターでどうにかこうにかうまいこと、そこでマキシマム、まあいいでしょう、よしとしましょう、よしとしましょう、お願い、そういいね。で2回目こんことを祈るばかりやわ。794万、ディフェンスを高めていこう。で、会心で追撃3回してくれ、頼む頼むわ。はい会心、ナイスナイスよ、とことん肉弾戦。なんで今技名言うたのかちょっとごめん、わかんない、ちょっと今興奮してんの、今興奮してるから。もう一発行こうか、いえ来ないか、そうか、まあまあまあでもいいでしょう。559万で、ベジットに変身しますとダメージ軽減もついてる。で、カウンターもある。で、追撃とかかましてくれたら嬉しい。どうですか？追撃なしていく！なんて、そう。追撃かましていく。はい。マキシマムこんといてくれ、頼む。はい、会心。はい。会心。あ、出ない。あと3ゲージ。避けていく。でもカウンターはかましていく。会心。最高じゃん！で、復活来る。復活来ます。復活させますか。復活させたらいかんよね。復活させたらいかんのよ。復活させたらいかない。こういく。今、並びいいんじゃない？並び最高、バッチグーじゃない？これ。ね。こういく。で、木玉を8個以上取りたい。はい。これで8段目。でも、マキシマム飛んできたらちょっときつい。先手でマキシマムやめて、あ、いいね、最高。で、虹のベジトラさんがどんだけ追撃かましてくれるかですね。今で8段目、アイテムなし8段目ですよ。はい、会心かましていこう。いいですね。もう一発、最高、457万。いいよ、ごめん、今コンビニの駐車場で今、声高らかに解説してるけど。はい、あと1ゲージ、通常攻撃。ちょっときつい。あ、いけんじゃねえ、これ。いけるんじゃん。祭り国、600万。どうですか？スーパーカメハメハ。いけんじゃない？あかん！あかん！ちょっと足らんか！ちょっと足らんのか！追撃かましてくれ！回心と追撃！俺の一つ！頼む！あかん！追撃！やったミッション来てないのに喜んでる俺。いや、これでもちょっと皆さんの参考になったんじゃない？ねえ、どうですか？アイテムなし。8ターンミッションダブルクリアできました。ミッションまだ来てないけど、いやこれマジで投稿するわ。これ皆さんの参考になったらめっちゃ嬉しいんだけど、いやこの動画マジでバズってくれしてバズってくれ。はい、というわけで、ね、ちょっとまだミッション来てないんですけど、目覚める恐怖セルマックス、8ターンスピードクリアミッションと、アイテムなしミッション、ダブルミッション、この編成でできることができますんで、できることができますんで、ちょっとクリアすることができますんで、皆さんぜひね、明日ミッションが来次第ね、やってみてちょうだいというところで、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良ければ、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それでは皆さん、またね！